間もあんまり時間がなくて、本当はね、その午後のね、いい感じの時間に配信したいなとか思ってたんですけど、夜にはさ、アンロケの実況配信あるじゃないですか。そうで、その前にもちょっとあったりして、そうね、空き時間にやるの難しいということで、明日朝7時から30分間だけでも配信できたらなと思ってます。はい。そうで、今日はちょっと明日のね、準備もあるので30分くらいで終われたらなと思ってます。そう、短い配信になっちゃうんですけど、皆さんお待ちしてます。そう、明日は朝7時から私も頑張るから、そう。そうなんですよ。朝早いんですけど、しかも平日でね、平日で朝早いんですけど、そう、ごめんなさい。そう、やります、明日は朝。え、今日暑すぎるよね、びっくりした私も。そう、え、こんな夏じゃん、もう秋だよねみたいな、夏がまだ続いてるみたいな感じですけど、でもね、こんなに暑い、すごい晴れなのも明日までかな、明後日らへんから雨降るかもみたいな感じなのを聞いてるので、そう、なんかね、寒暖差激しくなったらさ、風邪とかひきそうで怖いしね、大変。あ、長袖着て汗だくは大変。クーラーつけたよって。確かにクーラーつけたくなるわ。わかる。お話し会の服は全然まだ準備してないです。これから これからです。そうね、ほんと今日暑かった。でもそんな中、うちのママさんは布団をやってくれました。やってくれます。だって布団を干して、じゃあ毛布を洗って、毛布を洗って乾かしました。乾かしてくれました。汗だくになりながら 感謝だから、血今日は汗すっだく。ごい、シーツも洗って。そうだから今日は本当にいい眠りができそうです。ね、干したての毛布って最高じゃない？ねえ、しかも その何、準備というか大変なところをせずに気持ちいい布団で寝るだけ寝るっていう みたい 最高すぎるね。行ってきますって言ったからね。な。ただいまーす。わあ、綺麗になってるみたいうん、な。本当にいいとこ取り。うん、いや、レッスンで汗かきました。めっちゃ汗だく。いやー、今日のね、レッスンでのダンスは難しかったです。覚える方の難しさかな。踊り自体はいけるはずなんですけど。まあ、皆さんの前で披露するのが楽しみです。ちなみに今日の夕食は豚汁、ゴーヤチャンプル、ゴーヤの炒め物、キムチゴーヤチャンプキムチゴーヤチャンプルみたいなやつ に
唐揚げ、昨日のね、夜ご飯がすごい可愛かったの。そう、めっちゃ可愛くて、今度写真あげるんですけど。え？ めっちゃお弁当のね、なんて言ったらかまぼことかをね、駆使してね、めっちゃ可愛いことやってて。とこちゃんの、あ、いとこちゃんの遠足？そう、遠足。そう、遠足のお弁当を作る、作ったついでに私のも作って帰ってくれたんですよ。で、めっちゃ可愛かった。下請けっていうか、ママのお弁当では必ずある、昔私の時からあったんですけど、ドラゴンの卵、恐竜の卵、恐竜の卵からまた一つね、進化したものがまた生まれてました。2つぐらい進化してるそう、多2分。つぐらい進化した。恐竜の卵はおなじみなんですけど、でも本当私の家のお弁当以外で見たことない、恐竜の卵。そう、あんまやってるね、そうとなころの？見なかった。友達とか、そう、友達からもね、そう、人気でした、恐竜の卵。そうなんだ。まあ、なんて言ったらいいの、色水に卵つけとくんだよね、水着に色料卵みたいなやをつ。うずらの卵をに色をつけに色をつけ で、色つけてない卵も作り、 色をつけてない卵がそのままそので、ままで、ちょっとこう小細工をね。そう、なんか種明かししたくないみたいです。怒ったりとかしたら多分出てくると思う。いや、でも本当になんかね、すごいよ、器用よ。そう、それが私のところ時からあったんだけど、あと卵のハートを作るってやつね、とかはよく私のお弁当の時もやってくれてたんだけど、最近またね、進化して、そのいとこちゃんのね、お弁当を作るためにいろいろまた勉強してるようで。白いよね。そう、料理が好きらしく。いなり寿司もめっちゃ可愛かった。あれはちょっとラック今マになっ回てた。クマにちょっとなってないんだけど。そう、私の時よりもいとこの方がちょっと凝ってんじゃないってぐらい可おじ愛くやなっのてま時しのおた。弁当もこうだよって見せたよ、いとこちゃんに。だから、ふーみたいな。ふーみたいな。リアルの時は、またちょっと違ったね。そう、まあ時代もね、あるしね。今ほどなんかそんな発展してなかったのよ、お弁当文化が。確かキャラ弁がそれこそ流行ったぐらいじゃなかった？ちょっと流行りだしたなね、みたいな。なんか100均とかに、これでおむすび包んだら可愛くなるよみたいな言ってなかった？そう、そういうのが流行りだしてた時だった。から結構最先端言ってたとは思う。いとこ2号まだお弁当のね、年じゃないもんね。もうちょっとでもうちょっと。するみたいだから、ちょっあ、と楽しみ。楽しどうしみ。ようかな。何しようかなと。まあ、いとこのママが作るでしょうよ。いや、私が作る。らしい。食べ物の写真が見たいですって、全然あるよね。あるよ、あるよ。もうミューに持って帰ったやつはお弁当というよりもいとこちゃんの余り物を 詰めただとけ？りあえずミユ用に持って帰ればいっかぐらいな感じいでや 入れてるから。ひどいね。そう、うちはね、そうね、めっちゃ 飯してろ、この話。飯してるかな？飯してろって用語自体よく分かってない？なんかお腹すくみたいな、この話聞くと。とか
なんか動画見たらさ、この動画見たらお腹すくみたいな感じで、なんか飯テロっていう。飯テロ？飯テロ。ああ、飯テロか。飯が飯。なんか聞こえてなかった、まず。らしいです。うん、15分になったら内見が発表しようかな。歌何か歌うか。いや、ほんとこの時間食べたら負けだよみんな。でもよく私お仕事帰りでよく食べてるけどね、この時間に。みゆさん今食べてたじゃん。うん、私さっきまで食べてました。もぐもぐ食べてた。はい、ね、みんな結構食べてるね。じゃあ何歌おうかな、何がいいかな。コメントなんか来てますか。歌来てません。まだ来てない。めっちゃ涙目にする。来てます。どういう曲来てる。彼女になれますか。ひまわり。くしゃみ。ノーエマ。うん。ひまわり。うん。ひまわり。ひまわりね。懐かしいひまわり。ああ、キモクセ。彼女になれますか。いいね。ああ、早くてよくわかんない。ああ、あり。さっき蜂のスタッフもあった。あり。タレメ。タレメちょっとわかんない。いや、すごいタレメ。眠たいからやろう。目が死んでるって感じ。散々じゃない。ちょっとこう一回上げてこ、上げてこ、一回上げてこ。 OK、うん、はい、ではそれでは聞いてください。彼女になれますか。こんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと、周りの友達が生やし立てるよ。ヒューヒュー、私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えください。
はい、ありがとうございます。ちょっと今日弁当の話とかもしたからぴったりかなと思ってこの曲にしてみました。はい、じゃあ、あと歌詞とかもね、ところどころね、そう、かわいいよねこれ。私はあのね、振り付けでさ、私はんところで、あの担当の人が私はって言うんですけど、そこが可愛いなっていつも思ってます。じゃあランキング発表いきます。お弁当を作っていいですかってところが好きです。はい、じゃあ登壇してる方読みます。13位がアスランヒデちゃん、13位おめでとうございます。そして12位がヌーコッパ、シビビチュッカエヨカムサムダ。癖で言っちゃうよね、あのおめでとうございますだけに統一するね。11位がウィンパディさん、11位おめでとうございます。そして10位がジアリングさん、10位おめでとうございます。そして9位が XD さん、9位おめでとうございます。そして8位がヒヨパンさん、8位おめでとうございます。そして7位がタガさん、7位おめでとうございます。そして6位が永遠にシュナオシさん、6位おめでとうございます。そして5位がラミちゃん、5位おめでとうございます。そして4位がウミウミさん、4位おめでとうございます。そして3位がリムさん、寒いチュッカーよ。そして2位が、ザゼロさん、ユイチュッカーよ。そして1位がユーユーさん、1位おめでとうございます。はい、じゃあ14位から読んでいきます。和田さん、ワッフルさん、フィンド 4B さん、4オンに AK さん、テオネオさん、最高のフィナーレをし、ポヨポヨ星さん、コウさん、ポングポングさん、魚さん、ピールケウさん、ジョーさん、クリちゃん、K ハッピー11さん、グリフォンさん、パスカルさん、アデノシンさん、カラドニピースさん、加藤 BB さん、クックさん、ハスキーさん、マイさん、クラッシングさん、ヒロさん、いつもしヘギョンに、カーク先生、カカアイナさん、ゴールド888さん、プレッシー最後のシシャモさん、ケンシーさん、シマヤンさん、コッサスミユシ、ミキトさん、パランゴスさん、サヤカさん、チョンジェシ、ノノさん、ハッピーミユシ、ビッグママさん、ブラウンさん、フロストさん、エサッシーさん、鉄道好きコナーさん、マークさん、アヤカンちゃん、ウィジナッチシ、メタルピーチさん、KYS さん、フッちゃん、ミッチーさん、ヒデジロさん、タックン、イカヤライさん、ラブリーさん、ミュパラゲシ、クラウドキューティーンさん、ケンさん、ウィアムイティフカマロさん、リッキーさん、ミチヒロさん、スノーホワイトさん、ウナトリミュードンさん、チェンジディーシ、ネちゃん、タイさん、タロウさん、ミラペラさん、イーグルイーグルさん、シンのリトンさん、トシさん、ユートシさん、あとピックさん、ブルーゴレンシ、カゴさん、ハチウエスト V さん、チカシさん、ミューディセンバーさん、ヒテナマさん、岡部推しさん、チョンドゥカンカンヌビシカノンさん、ナーさん47さん、ドドリアさん、しんちゃん、はい、で読まれてない方教えてください。登壇してる方の中だと、誰だな、読まれましたかね。うん、100位以内に入ってない皆さんも、入ってる皆さんも、うん、今日も見てくださって本当にありがとうございます。いいですかね。じゃあスクショタイムいっちゃいますね。じゃあスクショタイムいきます。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。
何しようとしたっけ。はい、明日は朝の7時からです。タイムテーブルにも書いておこうと思います。皆さんお待ちしてます。じゃあおやすみなさい。チャージャーオーラータリサルカウンがおやすみなさい。あ、ポーズしなかった私。7。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。メールンアチン、ハントゥーセンネダッソーヨソヨソヨソシブトパンさんよ、コッパジセヨ。あ、イルゴプシーか。イルゴプシブトパンさんよ、コッパジセヨ。そしてトゥモローショールームアート7am ウォッチプレイでよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんまた明日、おやすみ。じゃあねー。